ではないか。連々幹部上級大将を任用なさったのは、恐れ多くも皇帝陛下であらせられます。司令長官閣下、連々幹部閣下を批判なさることは、新政府家臣なる皇帝陛下の聖望に傷をつけることになりますぞ。その辺をどうかご考慮いただきたいものですな。黙れ、ゲス。ん？貴様は司令長官の正論を封じるのに、自らの見識ではなく皇帝陛下の御名をもってしようというのか。虎の威を軽くすれねが。そもそも貴様は内務省の一局長に過ぎぬ身でありながら、何の故をもって上級大将以上の者しか出席を許されぬこの会議に顔を並べているのか。あまっせ元帥同士の討論に割り込むとは上長も極まる。今すぐ出て行け。それとも自分の足で出て行くのは嫌か。会議が終わるまで外に出ておれ。ああ。